スプリングフィールド M1816 は19世紀初頭に米国で使用された69口径フリントロック式マスケット銃。1812年の米英戦争では米国のマスケットの弱点が明らかとなった。M1812 はデザイン、製造プロセス双方の改善を目指したものであった。M1816 は さらなる改善を求めたものであり、M1812 を置き換えた。M1812 は、フランスのシャルルビルモデル1777、マスケットのデザインに大きく依存したものであったが、M1816 にもこのデザインは引き継がれた。M1816 は、69口径重心長42インチで、M1812 に類似していたが、 ロックプレートは長く、トリガーガードは短くなり、またより長い銃剣を採用した。重傷の形状はより直線的になった。全長は58インチであった。M1816 マスケットは、1816年から1844年にかけて、ハーパーズフェリー兵器賞及び、スプリングフィールド兵器賞で生産された。 約67万5000兆の M1816 が生産されたが、これは米国のマスケット銃の中で最多であった。M1816 はフリントロック式マスケットであったが、他のフリントロック式と同様、後に多くがパーカッションロック式式へ改造された。来館式はより信頼性が高く悪天候にも強かった。M1816 は テキサス革命においては、テキサス兵が使用し、米北戦争では、アメリカ陸軍及び民兵組織が使用した。南北戦争においても、その初期、1862年頃まで、M1816 が使用された。M1816 に改良が加えられ、M1822、M1835、M1840、M1842 が製造された。 陸軍武器化はこれらを別モデルとしているが、米国政府の文書ではこれらは引き続き M1816 と記載されている。現代の歴史化もこれら銃の分類に関しては一致を見ていない。ありがとうございます。